レック東京リーガルマインド、キャリアコンサルタント講師小松ひらるです。どうぞよろしくお願いいたします。今日は合格者インタビューということで、第19回の国家試験に、ね、受かった、合格者の下村正弘さんと、ね、一緒にお話を、ね、皆さんに見ていただきたいなと思います。下村さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。下村です。はじめまして、はい、よろしくお願いします。私と下村さん、当然はじめましてじゃなくて、ね、そうですね、いうところでもう大変お世話になりました。いやいや、こちらもお世話になりました。下村さん、千葉の生徒さんだったんですよね。千葉本校の。はい、千葉に通わせていただきました。受けてたのがあれですか、21年の5月。そうですね、ゴールデンウィークの前に申し込んで、ゴールデンウィーク明けから通わせていただいてました。なるほど、はい。で、あれですか、下村さん、その後寮生講座受けた後、あれですよね、試験受けられたんですけど、特になんか対策講座とかっていうのは受けられたんですか？直前に、受けさせていただきまして、うん、実技のですね、うん、本当1週間前でしたね。ですね、その1回だけですよね。はい、1回だけです。はい。はい、あと、今、どんなお仕事されてるんですか？はい。じゃあ、ちょっと、させてもらうと、今年の1月に、まあ、人に寄り添うことに特化した、まあ、コンサルティングファームを自分で、まあ、設立して、経営者兼1階のコンサルタントとして、頑張っております。なるほど、1階のコンサルタントっておっしゃったんですけど、はい、下村さん、ね、見てる限り20歳の方ではないですから、自分の経験も終わりだと思うんですけど、はい、あれですか、何年ぐらいどんな仕事をされてたんですか、それまでは。はい、大学卒業したのが、まあ、1990年ということで、今年56歳になります。31年間金融機関に、まあ、大手ですけれども、勤めさせていただいて、一昨年、退職し、昨年1年間はもうずっと勉強、に、まあ、勤しんだっていう感じですね。はい、なるほど。で、その勉強の中の一つにおそらくキャリコンもあったと思うんですけど、はい、じゃあなんでこのキャリアコンサルタントっていう資格を勉強して、で、はい、それに目指して、はい、受けられたのかっていうことをちょっと教えてもらっていいですか？はい、在職中にですね、まあ私50代になった頃にですね、まあ、人生の会社人生の後半に、まあ、かかっている人たちが非常に元気がなかったといった、まあ、ところと、まあ、そのミドル世代ですね、と、あと虚無感をこう抱えながら晴らせずにですね、もやもやとして、もうライスワークと、ライスワークね、はい、米食べるための仕事、そうと割り切ってやってらっしゃる人が周りに非常に多く、まあ、いたと、まあ、非常に多くいたって言うと、なんかダメな会社じゃないかと思ってしまうんです。そうじゃなくて、そういうふうに、まあ、仲が良かったので、まあ、そういうふうに分かったわけなんですけども、そういう方をもうちょっとこう自分らしく元気にできないものかなというふうな、まあ、支援をしたいなという思いがずっと、まあ、在職中にあったということと、あと、まあ、会社を作って、まあ、相続とキャリアコンサルタント中心の会社なんですけれども、そこで、その例えば相続ビジネスなんかっていうのは、お客さんにしっかり寄り添って、なかなか人に言えないような話を、まあ、あとご自身が重要だと思ってない、まあ、こともですね、しっかりと見つけ出してですね、引き出していかないといけないっていう、まあ、傾聴力というか、人の話をしっかりと聞いて、整理して、伝え返すというようなことには、正確な、まあ、学びと知識が必要だというふうに考え、キャリアコンサルタントが一番ベストだと思いまして、取得させていただきました。ね、下村さん自身、私寮生講座 の印象でいうと、営業さんでお話はすごくうまいじゃないですか。はい、今も話していて、すごく理路整然とお話になっていて、そこでさらに傾聴力ってことを強調されたんですけど、やっぱり傾聴って営業と違います？全然違いますね。今全然これから私自身は営業力を持ってる持ってないというよりも、その何て言うんですかね、まだこう具体化してない、表面化していない、言語化されていないような、まあ、
お悩みを抱えた人のお気持ち、感情、こういったものを引き出せる人が選ばれていくんではないかなと思っているので、こちらから買ってくださいとか、いいですよっていうお勧めするんではなくて、相手の感じと感情とか思いを理解できる人が多分残っていくのかなというふうに思って、これはもう個人的に思っております。下村さんとしてはあれですね、どっちかって売り込むんじゃなくて、相手のことを受け止めてあげて、いろいろ聞いてあげて、で相手から選ばれるようなスタンスを取らなきゃいけないと。はい、選ばれないと生き残っていけないかなというふうに思ってます。そのためにはやっぱり傾聴力ってことなんですね。そうですね、傾聴力にはもう本当ゴールがないんですけれども、私は傾聴力ありますっていうのはおこがましくて言えないんですけれども、うん、正しい知識をしっかりと学ばせていただかないとですね、これはすぐにはつかないので、うん、はい、それね、はい、いい勉強をさせていただけたと思っております。はい、おそらく養成講座って中では千葉の場合は10人なんですけど、レックの場合にはだいたい20人ぐらいの仲間がいて、はい、その中でのいわゆるロールプレイでの傾聴のトレーニングとかっていうのも結構下村さんの今に生きてるってことなんですね。はい、そうすると、いやもうあの時はね、ボロボロでしたけれどもあの失敗があるので今があると思っています。あの時の失敗って思われたんですけど、やっぱり辛いことはやっぱり養成講座の中ではありましたか、ロールプレイの中で。そうですね、もうなかなか自分を変えるのって難しいので、うん、それがまあ自己理解ができてきた、うん、理解ができてくると自分を変えなきゃいけなくなってくるので、その転機っていうのを、まあ、養成講座の中で、一緒に学んでる人たちと一緒に、理解できたっていうふうに考えています。なるほど、まあ、そういった出会いとかあったレックの講座だったんですけど、はい、私から聞くのもなんなんですけど、なんでレック選んでいただいたのか、下村さんの場合は本当にもともといろんな銘柄とかいろんな金融商品とかおすすめするところで情報量すごく豊富に持たれて検討とかされるタイプだったと思うんですけど、はい、まあ、レックはその中でどんなふうに捉えられたんでしょうね。はい、当然インターネットで、まあ、検索しないとどういう、うん、まあ、教育機関があるのかっていうのは分からないので、まあ、自分なりに検索しました。うん、登録の、まあ、教育機関さんが20社程度あったと記憶しています。うん、まあ、その中で、うん、私口コミとかそういう人がいいからとかっていうのでは全く信用してなくてですね、うん、これはもう学びなんで自分がどう感じるかっていう自分の直感を信じようと考えました。うん、で、まあ、まず一つは分析力がまあすごいというか優れたということで言うと、もう大手しかなくて、うん、大手なのでまず そこでぐっと選択肢が狭まりまして、まあ、かつ大手の中でも全国展開してるっていったところにもこだわってまして、これは講師のクオリティ、あと本気度ですね、しっかりこのビジネスをやっていこうっていう学校の教育機関の本気度っていうのが現れていると私は勝手に思ってました。でそうするともう2社しか正直なくて、レックさん入れてもう1社しか、うん、でその2社の分析をまあ徹底的にやるわけなんですけども、うん、まあ素人のやる分析なんてたかが知れてますので、ね、まあ実際体験、まあ相談、まあオンライン、ちょうどコロナがきつい時だったので、うん、オンラインでこのような感じで、フェイスとフェイスでお話を聞かせていただいて、もうピピッと来たのが、まあ、千葉、その時ね、小松先生だったので、またもね、小松先生のところに行こうと、まあ、都内に通おうかなと思ってたんですけれども、うん、千葉に行こうと、もう小松先生を追っかけて申し込んだっていう次第です。いやいや、本当にもう責任をずしっと感じたんですけど、まあでも、責任をずしっと感じるってことは、もう本当に。まあ、怖いことでもあるけど頑張ってやりたいなってやっぱりエネルギーになりますね。本当ありがとうございます。いえいえ、はい、本当にありがとうございます。こちらこそ、まあ、こういった出会いがあって今のねこのインタビューにもつながってると思うんですけどね。はい、はい、で実際レックで受けてみてどうでした？間違いなかったというふうに実感しました。当然結果も出ましたけども、うん、私1回で合格してないんですよね。うん、先生もご報告しましたけど1回目は4点足りずに、まあ実技、うん、まあ、
で落ちておりまして、2回目で合格させていただいたんですけれども、うん、まあ、非常に良かったです。まあ、一緒に学んでる人も、もう真面目な方も多いし、あと、何でしょう、対策講座じゃないよというのを授業中に、試験対策講座じゃないと、ここは本当に将来キャリアコンサルタントとしてやっていくなら必要なものを教えている講座なので、そこは間違いないでほしいっていう小松先生からも言われて、一瞬焦りましたけども、うん、って、うん、ということは逆に言うと、その講座が終了したら自分で、試験プランを考えてやんなきゃいけないということで、より、しっかりしなきゃいけないという思いも、まあ、最初の段階で教えていただいたので、まあ、依存しなくてよかったかなと思っております。なるほど、はい、だけどそうすると自分でなかなか試験対策、まあ、レックでも、ね、試験対策講座ありますけど、下村さんはじゃあ自分でやってろうじゃないかってことで自分で対策を立てられたわけですね。そうですね、はい、どんなふうにじゃあ実際勉強されたのかってこと、おそらく聞いてる方すごくね、気にされてると思うんで、はい、じゃあまずちょっと試験のこととか聞いてみましょうか。ちょっと簡単に、はい、はい、かいつまんで教えてもらっていいですか。はい、まあ要は3ヶ月、まあ、ちょっとこう授業を受けてる3ヶ月、養成講座の、まあ、養成講座は養成講座に宿題もありますし、まあ、大変なので、ちょっと試験勉強というのは正直できなくて、うん、まあ、レクの取説をですね、購入するだけになったんですけど、うん、まず3ヶ月間で修了しっかりしました。うん、残り3ヶ月間で私が立てたプランは、まず早々に、学科をやってしまおうと。学科ね。はい。学科を、やろうと思って、先生に言われた通り、過去4年分。4回分。4回分ですね。4回分。あ、失礼しました。4回分。で、4回分の最初の方は、3回しか残らないので、早く取っときなさいっていう、うん、ご指導あったかと思うんですけど、それを取ったので4回できたというところで、うん、まずこれを3回転というか、3回やりましたと。3回ですね。ちょっと解説すると、実は、協議会とか JCDA さんのサイトとかに、皆さんもすぐアクセスすると取れる過去問題っていうのがあるんですね。それについて過去3回分掲載されてるんですけど、大体養成講座をやってる間に1回試験がありますので、最新回が3回出てるんで、早めに養成講座のうちの早い時期に1回、一番古い回だけダウンロードしないと、過去4回分がダウンロードできないということで、はい、まあ、そんなちょっと情報なんかもお伝えしたんですけど、それで下村さんは、過去4回分の試験をされたってことですね。はい、まあ、授業で聞いて、その日の夜にもしっかりと印刷して、手元に入れました、うん。で、4回やりました。結構4回やるだけでも、それでも3回転したっていうことですか、結構大変だったんじゃないですか。一つ一つ の問題をチェック、確認していくので、うん、丸だったからもう OK じゃなくて、なんで丸で、この問題なんで×かっていうのをちゃんと定着してるかっていうのを一つずつやっていったので、まあ3回やるのが限界でして、3回よくやれたなという正直思ってます。うんうん、で、あともう一つは、レックの場合予想問題集っていうのを100問、その講習 の時にあるのを、知識確認テストみたいな感じですね。知識確認テストって我々呼んでるやつですよね、はい。あれから2問ぐらい出てるんです、実際。私が思うに、あ、これ見たことあるぞと。うん、近いのありましたよね、はい。はい。これも3回やりました。これも全部紙で印刷して、両面で。それしっかりやりました。うん、あとは、まあ、トリセツ。まあ、これは非常にいい本だと思ってまして、これも3回やりました。はい、レックから出している対策問題集、まあ、要請こそちょっと別売りになっちゃうんですが、まあ、そこのところのあれですね、合格の取説って本がありますので、そこね、一応こっちはレックの予想問題集ということで、ですので今の下村さんの話で言うと、過去問に関して言うと4回分、1回につき50問ですから200題解いて、はい、それは選択肢の部分のちゃんと検討されるまでやったと。はい、あと、要請講座の中で100問の知識確認テストについても、まあ、ちゃんと確認してやっていただいて、
はい、あ、意外とその養成講座の範囲に近いところでも出るんだななんてこともそういった実感あるわけですね。はい、はい、でさらに合格の取説やって、でこれでまあ大体学科は大丈夫かなって感じ。そうですね、最初は知識がない定着してない時なので、もう全然まあ答えがまあ正解にならなくて、うん、50% ぐらいの出来だったんですけども、うん、そこから、まあ、1回目はさっとやる、2回目はどこが間違ったかを調べる、うん、で3回目に定着させるっていうプランでやったので、それぞれ3回目と1回目はスピードが違うんです。なるほどね、うん、なので最初は正直どこが間違っていて、どの知識が入ってないかっていうのをテキストとか見たり調べたりインターネットでするので時間がすごくかかりました。ただ3回目はもう定着させるだけなので、ひたすら覚えるということで、ね、定着させる、まあ、勉強をしたということで、それを試験で再現するといったところになりました。それが学科の対策です。もう一つ実技対策で論述と面接ってなりますけど、これなかなか大変ですよね。いや、これはですね、まあ私もお恥ずかしい話ながら、テストの実、学科試験の時に論述があるとはちょっと最初は知らなくてですね、うん、これ結構後の方になってから分かったんですよね、うん、で慌てましですね、うん、論述対策っていうのはまあちゃんとやってなかったので、これはいかんということで論述対策をやりました。何をやったかっていうのを簡単に申しますと、1行で 1行ですね、うん、50文字で書く、うん、50文字前後で書く練習を、決められたスペースの中で自分の考えを簡潔にライティングする、まあ、そのトレーニングを過去4回分やりまして、うん、まあ、それはなかなか難しかったです、最初は。なかなか難しかった。詳しいことは、講座申し込まれた方は、もうちょっと下村さんの具体的なエピソードとか、どうやったんですよって話、これからね、はい、またビデオの方も用意しますので、はい、というところですけど、じゃあ今、どんなところが一番苦労したかってことをお伺いしましょうか。まずですね、学科と論述は違う。うん、ですね、違う勉強が、うん、覚えたことを再現する学科と論述は目の前に、うん、まあ、相談者がいるわけでですね、うん、まあ、もう声に出すわけにいかないんで試験中なので、そうですね、ただそのご相談者に寄り添った感じで読み進めていき、かつ天気がどこにあって受容するポイントはどこになるのかっていうのを、うん、50分という限られた時間の中でやらなければいけないので、本当時間管理というか、もう時間切れで失敗する人が多いというふうな話も聞いていて、それを私も実感しました、実際、はい、50分って本当あっという間に終わっちゃいますよね。いや、短いです ね、だからそこに対してのその50分をどう使っていくのかあたりの話はちょっと後ほどまた別の方の、ね、はい、正立ての方でお伺いしたいと思います。まあ、もしよかったらね、はい、養成講座本当の方はちゃんとご案内いきますので、そちらの方でご覧いただきたいなと思います。はい。はい、もう一つは面接ですよね。はい。まあ、これについては、早い段階で自分のこう癖で、私はまあ自分なりに英語力には自信を持っていたんですが、それが実際は大きな障害になってですね、うん、結局出来事ことを聞いてしまって相手の感情を拾えないっていう、もう先生からもすごく指摘されてですね、そこが、まあ、自分で腹落ちするまで結構時間がかかってしまったということで、そこの課題を克服する、これに非常に時間がかかりました。であと、教室が僕の場合1回目は渋谷で受けたんですけど、15個ぐらい毎回お部屋があって、まあ、ケースが15種類あるかどうかは分かりませんが、はい、どの部屋に入るかによって運不運があるので、そこは正直もうやってみないと分からないところなので、うん、もう僕ができることは自分の悪いことを、悪い癖を直すというところ、うん、ここにフォーカスして、あとは、たくさんの事例を、まあ、
やるように心がけました。はい、あの渋谷の部屋で、ね、15部屋って言ったんですけど、実はあの大体同じ時間に30人とか15人とか集められて、で あれですね、1階 あの1つの会場で説明を受けた後、はい、あなたはこの部屋ですって案内係の人連れてかれて、でいきなりロールプレイやるんですよね。はい、でその相手の方っていうのは、その試験団体さん、あのレックの場合はキャリアコンサルタント協議、キャリアコンサルティング協議会の試験を受ける方が多いんですが、そちらの方から出るから、男性か女性か、ね、年配なのか、ね、若い方なのかっていうのは、本当、入ってみないと分かんないですよね。もう連れて行かれる段階で初めて分かりましたけど。はい、ですよね。その時の案内の方が大体クライアント、相談制約をやることが多いんですけど、まあ、そこのところのやっぱりその相性とか、話すとか話さないとか、タイプとか、いうのは分かんないですもんね。ラポール形成できなかったですね。初回はラポール形成難しかった。まず喋ってくれないクライアントさん役だったので、うん、でもう60近い定年、まあ、ちょっと事例は詳細に言うのは控えますけども、うんうんうん、結論はもう終わった瞬間にダメだっていうのが分かりました。なぜかといったら相手が笑顔がなかったからです、うん、私自身も笑顔はないですけども、うん、相手に笑顔が出なかったです。相手に笑顔が出なかった。ただ下村さんとしては相手のノンバーバルにちゃんと注目して、そのところもご覧になってたってことですね。そうなんですよ。でまあ、いろんなケースをやったつもりだったんですけど、うん、全く、まあ、やったことないケース、うん、実はそれにも当たってしまったので、はい、もうテンパっちゃったっていう感じですね。はい、やっぱりいろんな方いらっしゃるんで、今までやってきたパターンとは違うクライアントが来ちゃって、はい、ラポールケースもうまくいかずって感じで、はい、それでまあ実力を発揮できず終わっちゃったっていうのが初回だったわけですね。はい、2回目は剣道将来どうでした？2回目の話していいですか？2回目は女性だったんですけれども、もう最初またどうなのかなと思ってましたけれども、結論はみるみるこう笑顔になっていくっていうので、最後はもうガッツ、心の中でガッツポーズですね。で、私、大したこと、まあ、やってないんですよ。やってないっていうのは、感情のキーワードを拾って伝え返しをして深掘りしていっただけで、まあ相談者がもう勝手にずっと話し込んでいただいたので、私自身としてはもう本当あの面接官を見る余裕もありましたし、もう1回目とは全く違う状況で、まあ何でしょうね、1回目の反省、まあ、1回目に受からないといけないっていう強い思い込みがなくなったので、まあ、受かるまで やるぞというぐらいの気持ちでやりましたから、はい、やっぱりね、その年3回ある試験でもあるし、ね、合格率で言っても高い回、低い回ありますけど、まあ、大体実技でいうと6割ぐらいなんで、4割の方が残念な思いする試験でもあるんですよね、実際問題としては。はい、ただ、頑張っていけば報われるってところはありますよね。はい、まあ、あのしっかりラポール形成もできましたし、うん、言わなくてももう面接官を分かってくださったので、うん、はい、ということで、ね、下村さんそういった形で試験を受けられて、まあ、今後どうさらにキャリコンを生かしていきたいと考えられてますか？そうですね、本当に貴重な学びをの機会をいただいたので、キャリアコンサルタント資格を持っている相続コンサルタントとしてですね、うんうん、しっかり、他の方との差別化を図りながらやっていきたいと思ってます。他との差別化、そのためにやっぱり自分を知ることで、やっぱアイデンティティってやつですね。そうですね、はい、その部分は重要になってきますよね。はい、まあ、今回強みもしっかり理解できて、弱みも分かったので、うんうん、これを今度は他の方にお伝えして、うんうん、はい、まあ、先生がよく言ってた AI 化進んでも人の悩みは消えないよと、うん、この仕事は永遠に続くんだというようなお話を聞いた覚えがあるので、うん、それは実感しておりますので、うん、そういう仲間が一人でも多く増えることを私も祈っておりますし、はい、もう今の中にもメッセージ十分入ってたと思うんですけど、このビデオをご覧になっている方がこれから養成講座を受けるかどうしようか、キャリコンってやった方がいいのかななんていうふうに迷って、もしかしてビデオを見てらっしゃる方もいるかと思うので、そういう方に関してもし下村さんから何かお伝えしたいこととかあったらぜひお伺いしたいんですけど。
自分の、まあ、自己理解がすごく進みました、うん、会社を辞めて何ができるか何を したらいいのかとかこう不安な時期もありましたけども、それがこのキャリアコンサルタントの資格を勉強することで自己理解を進めることもでき、うん、自己理解しながら他人理解もできるようになりましたし、うん、はい、まあ、余談ですけど家族との仲も良くなりましたし、はい、仕事ばっかりやってましたので、はい、そういう意味で、はい、うまく関係を作ることができております、はい、ね、キャリアというだけじゃなくてその成長力とか生かして日常のね、やっぱり人との会話とかそういうところも楽しくなったりとか関係の改善につながったりとかすることもねあるというのはよく皆さんからお伺いしますね。はい、はい、下村さんもそういった形で学びを生かしていただいた、ね、そういったことがあるということを、ね、はい、皆さんにメッセージと伝えたいということですね。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、下村さん、なんか言い残したこととか大丈夫ですか？大体伝えたいこと、大丈夫です。ってのは大丈夫ですか？はい。はい、それではね、このコーナーは大体、まあ、これで今25分ぐらい経過しましたので、一旦インタビューの方を終了したいと思います。はい、それでは合格者インタビューということで、千葉本校で、ご受講された下村正弘さんにお話を伺いました、はい、今日はありがとうございました。どうもありがとうございました、はい、ぜひ今後もご活躍お祈りしております。ありがとうございます。先生どうもありがとうございます、はい、それでは失礼いたします。失礼します。